それでは第304回、消しゴムを使っちゃいけないというので消しゴムを出さずに受験した回になります。今多分違ったよなって思ったのがね一箇所確かあって、次回何やったらいいかね、ぜひあのコメント欄で書いてください。公開テストの結果はこうなりました。さあ、もちつチャンネルです。さあ、今回ですね、10月2日に受けたトイック公開テストの結果見てみましょう。10月2日、どっちだっけ ?5 で受けたんだっけ ?5 受けたんだっけ ?305 回か306回の受験の結果になります。はい。まあ、毎回ね、何かしらの縛りを課して、受験しておりまして、10月2日の回は、消しゴムを使っちゃいけないというので消しゴムを出さずに受験した回になります。はい、だからいわゆる鉛筆で消しゴム付きの鉛筆もないです、単なる鉛筆だけで受験しました。はい、この消しゴムをね取っ払いましたんで、はい、消しゴムなしで受験した回になります。で、前回の方ですね、10月次は23か、23の受験は大阪からね、東京に行って3時間睡眠ですね、3時過ぎに寝て6時に起きて受験っていうですね、むちゃくちゃきつかった。次回何やったらいいかね、ぜひあのコメント欄で書いてください。左手受験はちょっとやってみようかと思ってます。本当に利き手じゃない方ですね。でやってどうなるのか、めっちゃ遅くなるのかな、マーク多分その可能性もあるけど、はい、利き手じゃない受験はやろうと思います。ではまあだからこの10月2日午前午後忘れちゃいましたが、はい、は消しゴムを使わずにどうだったのか見てみますね。で基本は消しゴムを使わないことはまずないです。はい、まあマークミスしたりとか間違ってたりするんで、うん、大体ねチェックすると、だから見直しを全然やってないです今回は。もうだって直せないんだもん。直せないからこうやってマークチェックするんですけど、毎回それやってないです。もうただ問題は覚えようと思うので問題は見ましたけどね。リスニングの方なんかはもうやってて、ああ今多分違ったよなーって思ったのがね一箇所確かあって、うわーってなったのを覚えてますね。リーディングに関してはもう分かりません、もう戻れないんで。はい、では行きましょう。そんな消しゴムダメ受験どんな風になったのか、いやー怖いなー、ほんとマークミスとかさ間違い多い人だからよ。はい、公式問題集のボリューム9出ましたんで、まあこちらもね、何かしら貸してでやろうと思いますので自分に。そうだから実験がね、あのボリューム9とこの公式500プラスでできるというね。まあちょボリューム9の方が多少解いちゃったんでですけどね。はい、でいつもの見方では行きましょう。それでは第304回回だか午前だ、午前受けてません、のトーク公開テストの結果おました。ああ、975。めっちゃ低い。めっちゃ低いって言っちゃいけないか。970点台ですよ。おお、だいぶ。そうなの？皆さんのほらお待ちかねのお待ちかねの破りタイムが見れますよ。はい。で、これをね、口に入れたら TikTok で不適切動画って言って消されたんです。975、そう、はい。破いちゃったらね、正答率見れないんで、正答率のところだけはちょっともう破れちゃった。けど、はい、残しました。正答率見ましょう。リスニング、こんな感じ。はい。ボロボロですね。もう普通に折っちゃってるし。はい。195、196、100と。あー、長めですね。両方とも。うん、そう。パート1、2はね、できたと思った。うん、何も、なくて大丈夫だ。消すこともないと思ったんだけど、パート3だったかな。一箇所、うわー、間違ったな。多分これ直してって思ったのがあったんで、そこかな。まあ、多分2問間違ったのかな。うん。そんな感じだと思います。さあ、続いてリーディングです。975でしょ？何問間違ってんだろうな。はい。まあ、浴び目の見方はね、はい、動画出てますので、ぜひ、そちら見てください。はい。よっ。え？ 96、100、90、100、100。90ってのが出てる。わー、あんま見たことないですね。90っていうのは。推測1個間違って、照らし合わせか。
何問間違ったんだろうね、90って。合計で3問ぐらい間違ってるってことだよね、多分ね。4と3、あ、そうだね。3問ミスですね、おそらく。3問ミスで975か。いや、それはそれで酷だけどなぁ。また多分、2つ合わせて、まだリーディング、リスニング合わせて、5問ぐらい間違ったってことですね。はい。あ、そう。いや、やっぱり消しゴム大事だな。見直し大事ですね。いやー、どうしよう。いやー、次回はね、もっと自信ないんだよね。その3時間睡眠でね、答え合わせとか、生配信見てた人だったらわかると思うんですけど、うわー、ここ読み間違えてた。うわー、ここ読み間違えてた。みたいなのもあったんで、はい。全然自信ないんですが。なるほど、こうなったか。はい、皆さんはどうでした？ちなみに、受けてみられて、どんな感じだったかぜひお知らせください。もうなんか、バグってますよね。975でも十分すごいんですけど、なんかもう、あー、そう、みたいな感じ。で、別に、そうそうそう、私はもう、あ、そう、出てますけど、ショート動画。森田先生、そんな TOEIC 何回も受けても絶対意味ないと思いますけど、なんで受けるんですか？まあ、普通の人からすれば意味はありません。はい、わかんないです。はい、しかし、僕はですね、TOEIC っていう試験は公開されていない非公開の試験ですので、英検みたいに過去問手に入らないので、受けることしか分析できないんですよ。そんなにずっと TOEIC の勉強ばっかしてるんですか？勉強してません。してなくて100点をそんな取れるんですか？100点じゃない。満点をずっと取れるんですね。はい、そうですね。僕は研究するために受けてるので、満点を目指して受けてるわけでもありません。そうなんですね。ありがとうございます。受けに行ってきます。はい。皆さんには見えない世界だと思いますね。僕の居合熱と同じぐらいに。はい。これも一回やって、戻してください。そう、研究のために受けておりますので、はい、分析するので、もうなんか、その満点を絶対取るみたいなのもないし、特にだってもう満点かどうかみたいなのもさ、100回目の時はさ、すごい、わーって伸びましたけども、それ以降全然伸びないし、動画自体も。あんまりね、意味ないので、取れるか取れないかだけやってもしょうがないという感じなんで、もう本当に皆さんが言ってくれたものを自分に課してやるというですね、そういうゲームとしてやりますので、ただ分析できなきゃいけないんでね、二日酔いで受けるっても何回もやってますけど、あの時で分析できないんで、非常に辛いんですけどね。はい。ということで、次は、まあ、一応左手受験は考えてます。それ以外のものをぜひ、ね、アイデアあったら教えてください。他何あります？まあ一応ね、皆さんに分析したものとか、そう、データを覚えてこなきゃいけないんでね、いろいろとね。はい、まあそれメンバーシップで公開したりとかしてますんで、はい、そちらをね、見て参考にしてもらえればと思いますし、その毎回のね、試験後のライブ配信ですね、すごく役立ちますので、そこで話してた内容ですね、まあ同じ問題が出ると、まあ出ることもあるんですけど、そこよりも、そこで学んだね、TOEIC に出てくるね、単語とか、語法とか文法とかの知識、そしてこういう場面が出ますよ、こういう言い換えが出ますよっていう知識を身につけて次の試験に臨むと、おお、ここ解けるじゃんとか、おお、ここ言ってたやつじゃんってなりますので、そのTOEIC知識ですね、TOEIC のこう背景知識みたいなのが、まあ、あったりすると解きやすいってことたくさんありますので、ぜひそちらはね、聞いて参考にしてもらえればと思います。はい、僕自身もこれから、はい、頑張っていきますので、まあ、満点の回数は減るとは思うですが、受けるモチベーションとして分析プラス動画のネタになるように頑張ってやりたいと思いますので、はい、ぜひともアイデアありましたらよろしくお願いします。はい、コメント欄お待ちしておりますので、はい、次回はどうやって受けるのか、まあ、次回とかその次かな、まあまあもしいいのがあったらもう左手受験の前にそれやりますんで、これ面白いって思ったらやりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.